パシフィックミュージックフェスティバル札幌は1990年に20世紀を代表する指揮者、作曲家のレナード・バーンスタインがロンドン交響楽団と共に北海道札幌市で創設した国際教育音楽祭。PMF のコンサート市会場の一つ、札幌芸術の森、野外ステージ毎年7月の約1ヶ月間、札幌市を中心に開催され、 アメリカのタングルウッド音楽祭、ドイツのシュレスビヒホルシュタイン音楽祭と共に世界三大教育音楽祭の一つとされる。公益財団法人パシフィックミュージックフェスティバル、組織委員会と札幌市が主催する。PMF アカデミーが音楽祭の中核を成し、オーディションで選ばれた若手音楽家が世界一流の指揮者やウィーンフィルハーモニー管弦楽団、 ベルリンフィルハーモニー管弦楽団、シカゴ公共楽団などの現役団員らで構成された教授陣の指導を受け、札幌コンサートホール来たらや札幌芸術の森、野外ステージを主会場とした演奏会で成果を披露する。バーンスタインは環太平洋地域の若手音楽家を集めたアジアでの教育音楽祭を企画していた。彼は長年故郷に近いボストンの タングルウッド音楽祭で若手演奏家の指導に尽力してきたが、それをアジアにも拡大したいと願った。最初の構想では開催地は北京であったが、1989年6月の天安門事件の発生により、当地での開催を断念。PMF アカデミーの研修場所にふさわしい札幌芸術の森やオーケストラの演奏会ができるホールの存在。 北海道には予定した開催時期に梅雨がないなどの理由によって札幌が開催地に選ばれた。6月26日に開幕した第1回の音楽祭には約900人のオーディション受験者の中から123人の若手演奏家がアカデミー生として招かれ、バーンスタインは彼らにシューマンの公共曲第2番を教えた。バーンスタインは第1回の開催後、 肺がんにより急性したため、PMF にはこの時が最初で最後の参加となった。彼の死後、札幌市が以後の開催と協力を宣言し、1991年の第2回以降は札幌市が中心となり、任意団体、PMF 組織委員会を発足。指導体制としても、バーンスタインと共に第1回に参加したマイケル・ティルソン・トーマスと、 ヒューストン公共楽団音楽監督のクリストフ・エッシェンバッハが芸術監督を引き継ぎ、ウィーン・フィル主席奏者らが教授を引き受けた。なお PMF 式委員会は2002年に文部科学省許可の財団法人、2010年に内閣府所管の公益財団法人に移行し、毎年の音楽祭の運営に当たっている。これまでに PMF で学んだアカデミー生は、 世界77カ国、地域から、延べ約3600名を数え、200を超える、世界各国、地域のオーケストラに在籍している。2019年6月、第30回の節目を迎えるにあたり、音楽祭の名称を、パシフィックミュージックフェスティバル札幌に変更することが、発表された。2020年4月、新型コロナウイルスの世界的な感染拡大を受け、 同年の音楽祭を中止すると発表した。芸術監督、主席、指揮者、客演、指揮者、指揮者、ピアノ、バイオリン、その他、バイオリン、ビオーラ、チェロ、コントラバス、フルート、オーボエ、クラリネット、ファゴット、ホルント、ランペット、トロンボーン、パーカッション、ティンパニ。 ハープ所属は三加当時1990年1991年1992年1993年1994年1995年1996年1997年1998年1999年に2000年2002年2003年2004年2006 5年、2 0 0年2008年2009年2010年2011年2012年2 0 0 3年 2013年、2014年、2015年に、2016年に、2018年に、2019年に、2020年、公式ウェブサイト、PMF とは、パシフィックミュージックフェスティバル若手音楽家成長の場に、北海道新聞、巨匠の魂奏でる、北海道新聞、札幌文庫我が町新名所、北海道新聞社、PP220 公式ウェブサイト、アーカイブ、 フェスティバル名称をパシフィックミュージックフェスティバル札幌に変更しました。公式ウェブサイトニュース2019年8月14日閲覧 AB PMF は中止発表。北海道新聞 PMF の魅力サイトで公開。北海道新聞ありがとうございます。